自己紹介からお願いします。はい、海遊 .net っていうウェブのメディアやってます。編集長の新見直と申します。うちはもう本当にアニメから漫画から、まあ、ヒップホップから音楽アイドルとかもう本当に全てをフラットに、まあ、扱うっていうメディアで、まあ、逆に言うと要は全てをフラットに扱うっていうことのために、まあ、海遊 .net があるというか、割と僕らがまあ始めた2011年とかってもう本当にあらゆるジャンルが細分化してて、まあこうすごいやっぱりどんどん尖っていっちゃうというか、やっぱまあ趣味の領域が尖っていくと、まああんまり他のジャンルに目を向けられなくなってくるというか、でだからこそ僕らはまあその趣味とかまあいろんなジャンルを割とこうオーバークロスさせるみたいな、まあ、目的のために今海遊 .net っていうウェブのメディアもやっていて、なので本当にアニメもやるし、まあ、ヒップホップもやるみたいなメディアですの編集長やってます。ありがとうございます。海遊 .net さんの名前の由来を教えてほしいです。はい、ですね、まあもうまさに今言った通りなんですけど、世界と遊ぶっていう意味で、まあ、世界の海に遊ぶって書いて、まあ、海遊って言うんですけど、まあ、それもやっぱ、まあ、いろんなジャンルをもう本当にこう、まあ、クロスオーバーして、まあ、それを まあ、より楽しんでいこう、我々が本当に別に例えば俺も、まあ、すげえ東京の片田舎で、まあ、生まれて、まあ、割とその趣味としてアニメとか、まあ、読書とかもしてたんですけど、まあ、一方ですげえ普通にヒップホップとかもやっぱり聞いてたんですよ。なんで、まあ、逆に俺みたいな人たちが楽しめるような、別にヒップホップとか、まあ、ストリートも楽しめるし、逆にアニメとか読書とか、まあ、こういうものがあるよみたいなのを、まあ、教えるためにやっぱやってて、まあ、それがやっぱり世界と遊ぶっていう、まあ、コンセプトになってます。